どうも皆様こんにちはです。今日もアップルウォッチじゃなくてほらこれ AirPods Pro ね、やってんだけども、今日は2021年5月、あのタイタニック号見ました？俺まだ見てないんだけどね、タイタニック号、あのイギリスの豪華客船、イギリスの豪華客船、要するに沈まないと思ってた船が油断してその氷山にね、追突。初属公開が1912年だから1490名が死亡、助かったのが711名。なんで711名が助かったかというと、ほら遭難救助信号ってあるんだよね。遭難救助信号 SOS でしょ。今トト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 。でも昔はね、CQDだったの。CQDっていうのは、CQDっていうモールス信号だったのね。CQDトツトツね、トツトツトトツトトトトトトね、トツトツトトツトト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 。これじゃ聞き取りにくいから、その CQD ではね、ほんでその明治39年に SOS がさ、あのベルリンでさ統一されたの。 SOS にしましょう。これじゃね、 CQD では聞き取りにくい。トトトツーツーツートトトト、これが SOS。 トトトツーツーツートトト。じゃあ、あのタイタニックのあの船長は20年のね、大ベテランなんだよね。ね、だからモールス信号はってさ、 CQD だって。でもその航海士は新しい人だから SOS はトトトツー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 技術さが大したもんだよね。 SOS トトトツトト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 さ、ずーっと流したの。 CQD っていうのは1908年までで4年間だけ使われてたの。それをずっとこの船長は覚えてんだよね。遭難信号はさ、なんでさ、ほんでその公開してさ、救助信号出せさって、何の救助信号か分かんないのよ。だから SOS だっつ、そこが見どころなんだよね。1912年にイギリスで作られたんだったらタイタニックは268メーターだよ。全長幅が28メーター、すごいね。その初属公開の時に、うん、絶対沈まないっていうね。ほんでこの無線操縦士のおかげで711名が助かってんの。100キロ先のね、なんとか号とかさ、150キロ先のなんとか号とか、みんな助けに来たんだよね。それで68%が死亡、1490名が死亡だってさ。ほんで711名が助かったのね。だからこのモールス信号はね、役に立つからちゃんと覚えてた方がいいからね。モールス信号 SOSCQD は4年間だけ使われて、その後 SOS だから、うん、そのやり取りが面白いんだよ。だからね、そのタイタニック号のね、
あの、ラブモール、ロマンとかさ、そういうのも見てもいいよ。あの、ほら、でも、その肝心なところを見ないとダメ。肝心なところ。SS、CQ でか SS か、どっちが正しいね。今 SO、SS、SOS だって。ずーっと、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 そしたらもうほら、100キロ先のさ、あの、船が助けてきたのね。全部150キロ先の船とかね。全部助けてきて。711名がね、助かんだよね。そういうところを見ないとね。あの、ラブロマン見るのもいいよ。だけど、そういうところを見ましょう。国際救助信号っていうのこれよね。あとね、人したからさ、だいぶ編集されたってのね、あれもっとね、いろんなエロチックなんだよね。あの、二人のロマンはさ、うん、すごいんだからさ、うん、すごい、もう、男性ホルモンがね、もりもり出るから、あれ、見てると。で、この話は終わりね。すげえ、アメリカのメジャーリーガーの、ほら、大谷さんとか、ダルビッシュとかさ、さんとさ、大谷翔平さんとダルビッシュさんの活躍がすごいね。あの、メジャーリーガーのあの、大リーガーがね、その二人の、野球人の二人の、こう見てると、アメリカの野球が高校野球に見えてくるよ。うん。見てごらん。あの、ダルビッシュのさ、球が生きてるんだけど、ふいっとこうさ、ふいっとこう、ピンポン玉、まるで。大谷翔平さんのね、あのね、すごいですよね。あの球。ホームランは三投上だって。信じられる？でも、日本はそれやってんだよね、みんな。高校野球で。くそ暑い時はね、高校球児がやってんだからさ。別にアメリカ人がね、びっくりするのがおかしいの。うん。それで、日本人はやって成長してきたんだからさ、アメリカ人が派手な格好してこんなのさ、みんな空振り三振。ホームランを打つはさ、大谷翔平さん。ほんで、敵もみんなね、大谷のもう大ファンなんだよ、みんな。大ファン。うん。ダルビッシュもすごいですね。ほんでね、これだけは言っとくからさ、日本の自衛隊はね、一人一人がみんなあれだからね。大谷さんとかさ、ダルビッシュさんみたいな人たちの集団だから、日本の自衛隊って。そこのところよーくね、アップしといた方がいいよ、これ、頭の中に。それだけ日本の自衛隊ってすごいから。すごいね。いや、大リーガー、あの、空振りするのが最高だ。ダルビッシュのあの、あれ、あの漫画にあったでしょ？あの、ほら、あの、コブラツのさ、こうストッとこうやってキャーッと打つでしょ？と弾丸がこうに曲がるのこうチューンとかどこに隠れても無駄だから日本人がねそのトマホークとかさ作ってさ弾丸とかさ作り出したらねああいうふうに曲がるからねどこに隠れても無駄だからキューッとこれね弾丸がダーッと大砲の弾をドーンと打ったらば、シューッとこう、
カーブするからフェアとか。日本がね、だから日本を舐めんじゃない、中国。ということで、すごいね、でも嬉しいな。日本人が活躍するとね、アーナル、アールダルの、イチローさんもそうでしょ？みんなさ、ここ役から来てんのね。夏場でクソ安いね。そこでさ、全部、勝ち上がってきてさ、だから、日本から見ればさ、打って、ホームラン打って、速球投げてさ、別に、普通のことに思えるんだけど、ところがどっこい、あそこは大リーガーだからね、世界の。最高峰だからね、あそこはね。それでやってんだからすごいんだよ、やっぱ。だから私も負けねえからな。今日も腕立て伏せやってきました。腕立て伏せで270回、腹筋150回。酒はもうダメ。先生からダメって言われたから。酒は、昨日から飲んでおりません。なんかさ、禁断症状出てくるんだけど、飲みたいな。そわ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 。飲みたいなと思うんだけど、じっとこらえてね。で、インターネットをやりながら、一番忘れられるのがパソコンだからね。ね、パソコンいじってんのが一番酒のことが離れるの、ビーッと。ほんで、味噌汁飲んでごらん、ビーッと。酒飲みたいなと思ったら、味噌汁を飲むこと。そうすると、スッと消えるから。本当だよ。日本の味噌汁にはね、そういう作用があるから。覚醒剤中毒とかさ、そういう人、今は SOS だ。トト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 トでも同じような船がもう一台あるのね、あれね。あれどっちなんだろうかっていうのが今でもわからないんだ。同じでね、客船があんのよ、イギリスの。違う映画にも出てくるから、戦争行って体全部、目も耳も全部、腕も何にも聞かなくなっちゃった映画あるでしょ。俺高校生の時にね、見せられたんだよね、学校で。ほんで、何をしたかって言うと、その患者がベッドの上で、アメリカ人かな、これ、ね、首で、トトトトゥトゥトゥトトトトトトトゥトゥトゥトトトトやったの。SOS って、SOS って。体も何にもないんだよ。俺はその時ね、SOS 知ってたから、SOS って言ったから。一発で分かった俺。SOS だろ。